5人が次々と逮捕されて起訴されているという極めてこれ異常な事態だと思います。これは普通の政党ではこういうことってありえないと思いますよね。それはご都合主義というもんじゃないでしょうか。高い位置につく人間というものはやはり自らの判断ということが大事だというふうに思います。政界の最高権力者であると言われるこの小沢幹事長は全く潔さがない。平成22年2月5日衆議院予算委員会、菅現官房長官が当時の鳩山総理、福島大臣、岡田大臣へ鬼の追及をしていた。鳩山総理に小沢民主党幹事長の指揮管理団体であります陸山会の不動産取得をめぐるこの虚偽記載問題を中心にお伺いをしてまいります。昨日民主党の衆議院議員であります石川氏を含む3人が起訴されました。民主党は常日頃の政治活動の中で透明性だとか説明責任だとかクリーンな政治だとかそうしたものを訴えて国民の支持を私は得てきたと思っています。しかしここに来てこの政権の責任者である総理とそして小沢幹事長の元秘書など5人が次々と逮捕されて起訴されているという極めてこれ異常な事態だと思います。まあ、そういう中で非常に残念なことですけれども民主党の皆さんから異論や批判の声がほとんど出てない。民主党に自浄作用能力がないのではないかこう言わざるを得ないのであります。そこで小沢幹事長も国民世論は全くといいほど説明責任を果たしていない、総理の対応も適切でない、これが国民世論の大半であります。そこでお尋ねをしてまいりますけれどもこの石川議員の起訴を含む3人の処分が昨日出ましたけれどもこれについて民主党の代表として総理はどのような見解をお持ちでしょうか。菅委員にお答えをいたします。ご案内のとおりの石川議員現職の民主党の議員が起訴をされたということは総理大臣としてもまた民主党の代表としても大変遺憾なことだと思っておりまして国民の皆様方に心からお詫びを申し上げなければならないとそのように思います。そして私は行政の長として申し上げるならば検察が公正な捜査を行ってまさに法と証拠に基づいて必要な判断がなされたのだとそのように理解をしておりましてこれ以上個別の案件について申し上げることは差し控えさせていただきますが国民の皆様方にやはりお詫びを申し上げなければならないことだとそのように認識しております。起訴という処分が下って総理が指名しました小沢幹事長でありますけれども幹事長の秘書が3人起訴されたわけでありますから当然総理に幹事長から私は自らの責任問題も含めて報告があったのではないかなと思いますけれどもこの点についてはいかがですか。まず小沢幹事長とはまだこの件に関しては話をしておりません。いずれ近いうちに話をしたいとそのように思っております。これは普通の政党ではこういうことってありえないと思いますよね。だって自分の秘書が3人も逮捕されているわけですから私は小沢幹事長は総理に当然自らの責任問題も含めてそれを報告する義務というのがあるというふうに思います。そこでこの起訴処分が決定した石川議員に対しての民主党がどのような処分を行うかということであります。総理は昨日ぶら下がりの記者団の中で本人が判断をすることだとそしてそれを党が判断するとこういうふうに言われたということを報じられていますけれどもその通りですか。今日は総理としてこの場におりますのでお答えする立場でありませんが一般論として申し上げればまずこのようなことになった以上議員本人が
判断を、政治家としての判断をなすべきものだと思いますし、そのことを昨日も申し上げました。私は国民からですね、先ほど冒頭申し上げましたけれども、クリーンな政治、そういう中で支持を得た民主党の代表者としては、そこはこうした答えというのはありえない、こういうことを指摘をしていきたいと思います。さらにこの小沢氏の責任問題であります。嫌疑不十分で不起訴になったということでありますけれども、小沢幹事長自らが銀行から借りられたものに署名をしているなと、これ明らかに黒に近い灰色だろう、このように思うわけであります。そこで小沢幹事長は刑事責任とは別に政治的道義的責任というのは、これ当然あり得ると思いますけれども、これについて総理はどう考えますか。小沢幹事長ご自身の責任問題ということでありますが、まさにこの問題は政治家個人の資金管理団体に関わる問題が問われたわけでございまして、そして結論として検察は不起訴という処分になったということでございます。だから私どもとしては、この総理としてこの場にいるものでありますので、これ以上お答えをするべきではないと思っておりますが、ただ報道されているいろいろとさまざま、何かあたかもグレーのような話をされておられたわけでありますが、検察の捜査によってそのことは事実としては認定されなかったのではなく、そのように考えております。しかし自らの秘書が現職の国会議員も含めて3人も逮捕されているんですよ。これに対して全く責任を取らない、そしてその幹事長を指名した総理もですね、このことに今のような答弁は、私は国民から理解されることはありえないだろうというふうに思います。そこで石川議員に対してでありますけれども、昨日私たちと公明みんなの党、野党3党で辞職勧告決議案を提出をいたしました。国民の信頼と負託に背くのみならず、国会の名誉と権威を著しく貶めた、こういう理由でありますけれども、今日午前中の報道で山岡国対委員長は、辞職勧告議案に審議するに当たらない、債権につね応じない、こうしたことを述べたということが報道されてますけれども、総理、この点についてはいかがですか。私は現在、総理の立場で話をするべきでありまして、今、まさに議員辞職勧告決議の話が出たわけでありますが、このことに関しては、当然、国会でご議論をいただきたいと思っております。民主党の代表者としてはいかがですか。私はこの場では民主党の代表というのではなく、総理としての立場で今議論を申し上げているわけでございまして、従いまして国会のことは国会でぜひご議論をいただいて結論を出していただきたい。それはご都合主義というもんじゃないでしょうか。ところで福島大臣、お尋ねします。社民党は政治とお金の問題について極めて潔癖で厳しい対応を今日まで行ってきました。今回の石川議員の辞職勧告決議案に賛同していただけると思いますけど、いかがですか。私はここに大臣として来ております。で、社民党は昨日幹事長を含め、私も記者会見あるいはぶら下がりという形での意見表明を行いました。今回衆議院議員が起訴されたことは、誠にこれは残念なことです。また現職の議員として道義的政治的責任があるというふうに考えております。その責任はやはり重いと思います。ご本人が進退も含めて辞職勧告決議の前に進退を判断されるということを期待いうことを、だと思います。そして私は菅委員に申し上げます。私も国会で何度も何度も何度も自民党に対して自浄作用を発揮せよと、プロジェクトチーム、かつて社民党も民主党も問題があったときに作ったことはあります。自民党は一度も私の記憶では作ったことはありませんし、また企業団体献金の禁止を私たちは言っておりますが、ぜひこれはこの間菅委員は賛成できないとおっしゃいましたが、賛成してくださるよう
自民党もともに政治の浄化に関してやってくださるようお願いいたします。いや、委員長、注意してくださいよ。閣僚が質問されたことに対してのみ答えるべきですよ。賛同するんですかしないんですか、どうなんですか。今答えた通りです。全く答えになってないと思います。それで今回のこの民主党の姿勢でありますけれども、私は岡田外務大臣にもお尋ねしておきたいと思いますが、かつて政治資金規正法で私ども酒井隆健衆議院議員が許諾請求を受けた、その時岡田外務大臣、岡田幹事長として当時はまさにその許諾請求をする前に辞職すべきだ、そして当時小泉総裁でありましたけれども、小泉さんも説明責任ある、こう強く主張したのが岡田外務大臣であります。今はいかがでしょう。昨日逮捕という事態になって、今おそらくご自身いろいろ考えておられると思います。その段階で私の見解、個人的な見解を述べるべきではないと思っております。ただ当時民主党の幹事長時代そういう発言があったということをぜひ思い出していただきたいと思います。さらに今回のこの不祥事に対しての対応でありますけれども、これまで逮捕された国会議員は例外なく議員辞職だとか離党しました。また秘書が逮捕されて起訴された場合も同じようなことであります。例えば小沢幹事長と同じ選挙区、私どもに玉沢徳一郎さんという衆議院議員がおりました。秘書が在宅起訴、政治資金規正法違反です。金額は370万円でした。それであっても本人は責任を取って離党されています。そして酒井隆健衆議院議員は、私ども自由民主党は離党でなくて除名をいたしました。こうしたことが今日まで行われてきておりますけれども、石川議員は議員を辞職どころか勧告、離党も考えてないようであります。そしてまた小沢幹事長に至っては何もなかったように、自らの秘書3人も逮捕されて起訴されたにもかかわらず続投を続けようということであります。総理、今私どもの話をさせていただきましたけれども、こうした過去の例とも照らし合わせても、あまりにも自浄作用能力がなさすぎる、こう言われてもしょうがないと思いますけれども、いかがですか。石川議員の起訴に関して今本人が考えていると、そのように思っております。私はまずは本人が政治家のとしての意思をどう示すか、それが先であると思います。その時に党としても考えてまいりたい、そのように考えています。やはり私は党としてのしっかりとした判断をすべきであるということを申し上げたいと思います。また昨日横綱朝青龍暴行事件、その責任を取って本人は引退を表明をしました。高い位置につく人間というものは、やはり自らの判断ということがこれ大事だというふうに思います。自身でけじめをつけられました。政界の最高権力者であると言われるこの小沢幹事長は全く潔さがない、こういうことも報道されておりましたけれども、その通りではないかなというふうに思います。そして委員長、静かにそれに言ってください。注意してください。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。